海上自衛隊の P1 哨戒機を知っているか？知ってるわよ。世界に誇るスーパー哨戒機でしょ。ああ。だが、米軍の P8 もなかなか強いんだ。まあ、アメリカとは同盟国だから戦う必要ないし。だが、なぜか P1 と P8 のスペック勝負に警告が何やら言いたいことがあるらしい。何が言いたいのよ？ということで今回は、P8 に負け続ける P1 哨戒機と、なぜか警告に笑われる理由について説明していくぜ。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、アメリカの最新対戦哨戒機 P8 はかなりの高スペックだ。そりゃ天下のアメリカ様だからね。どんどん世界に普及し始めていて、アメリカはもちろんのこと、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツにも手を広げている。売れてるのね。さらにフルスペックではないものの、インド、警告なども導入が決まっているんだ。ふむふむ。P3C の後継機なので当然の導入だが、日本は P3C の後継機に国産の P1 を選んでいる。日本製が一番いいわよ。まあ、それぞれの国の事情はあるが、P1 は高性能でも価格が高いと見られているようなんだな。高スペック、高価格は日本らしいわよね。ああ、アメリカ軍の P8 運用では、最近の情勢において、特に西太平洋における C 国海軍の原子力潜水艦を追跡するため、広範囲の海域を効率よく哨戒する必要性がある。うんうん。対して日本の自衛隊は、主に日本近海での C 国を中心とした潜水艦の追跡が任務となっているんだ。最近海賊の本性を表してるわよね。そうだな。そんな海賊野郎たちに対抗するためにも対戦哨戒機は、こうした運用上の違いがあるわけだぜ。用途によって違うわけね。しかし、P1 と P8 には用途以外にも明らかな技術的概念の違いがあるんだ。どんな違いがあるの？それは、急速な AI など電子機器の発展による違いだな。急速な AI の発展？ああ、3年経てば古代の遺物と言われるほど進歩が激しい昨今では、最新兵器は運用中にソフトウェアを更新するのが当たり前になっている。F-35 なんかも定期アップグレードが必要だしね。そんな中、P8 の機体は、昔から実績のある民間旅客機のボーイング737の胴体と、737-400 の翼を組み合わせていながらも、中身の AI は最新式だ。古くからある伝統のメーカーと最新機器の融合か。そして、アメリカの対戦機、空中空輸機などは、民間旅客機を改装して作り上げるのが定着しているんだな。うんうん。その理由は、開発期間の短縮、コスト削減などだが、やはり不便なところが出てきてしまうんだ。不便なところ？ああ。一般に旅客機は高高度を高速で飛んで、燃費節約に努め時間を短縮して利益を出そうとするんだ。そうよね。一方、対戦哨戒では作戦空域までは高速で飛行し、到着すれば海面スレスレを低速で長時間飛ぶことが要求される。うんうん。そのため翼面積の広い方が有利なんだ。翼が大きい方がいいのね。また、エンジンは低回転で燃費の良さが求められる。そのため、前任機の P3C は低回転で燃費の良いターボプロップ型式を選んでいたんだ。ターボプロップ式ね。しかも4発エンジンだが、必要のない時は2発のエンジンを止め、プロペラピッチを前向き直角ピッチにしてフェザリングしながら燃料を節約している。無駄がなさすぎてさすがアメリカね。そんなエコな P8 だが、ターボファンジェットであり、4発エンジンのメリットはバードストライクなどの事故や、故障に対応する能力が高いことなど以外ないから、双発としているんだ。双発エンジンの方が P8 にはメリットが多いわけね。P8 が搭載している ANAPY10 レーダーに関しても P3C のものをさらに進歩させたハイレベルなものだ。ほほう。P8 対戦哨戒機の一番の特徴は、将来的に無人機 MQ-4C、トライトンとの連携運用を考えていることだな。トライトン？ああ、世界的に有名な無人戦闘機だ。この無人機3、4機との連携で、広範囲の哨戒でも人員の負担が少なくできるんだな。戦闘機の世界にも機械化の波が来てるのね。また、無人潜水艇エコーボイジャーとの連携も開発されているから、追跡、攻撃能力の大幅な拡大が見込まれている。すごいわね。これは兵員運用上も大きな利点になるんだ。長時間の索敵追跡は MQ-4C に任せて、有人 P8 は待機時間を作って兵力を温存する。無人機とのチームプレイって斬新だわ。実質的兵員の増員になるから、これからは無人機とその連携は見逃せないわけだ。それでは P1 についても説明していくぜ。はい。日本の P1 対戦哨戒機は専用の機体を設計できたから、
対潜水艦ミサイルの搭載量など、有利な点が数多くあるんだ。メリットが多いのは嬉しいわね。このメリットは、基本的に短期での作戦活動に対応することを念頭に置いている。うんうん。そして、全周囲索敵レーダーなど単独での防衛も可能だ。単独でも活躍できるのは P-8 とは違うわね。機体の開発は C2 輸送機と並行して進められ、共通化を図ってコスト削減に努力してきた。日本もコスト削減を主眼に置いているのね。ああ、その点はアメリカの P-8 と同じだな。C2 は C1 国産輸送機の後継機で、C1 は当時の情勢判断から、航続距離を故意に短くして国内だけの輸送のために開発されたんだ。国内だけの輸送に使われていたのね。そうだな。当時の自衛隊は、国外に出られるほどの航続距離を持つと、海外に武力行使する気か、と批判を浴びたからなんだぜ。そういう時代もあったのね。C2 は、現在の情勢から C1 の航続距離約3300キロの4倍の約1万キロ伸ばすことに成功したんだな。少しは日本も緩くなったわけか。ああ。そのため、P1 は対空時間を長く取る必要があることも相まって、共通化するには都合の良い情勢になったとも言える。ふむふむ。そもそも、輸送機と対潜哨戒機を共通化する構想は、無理が大きいと批判されながらも、それぞれに必要な仕様を達成してきたんだ。さすがね。それもこれも、国産の IHI、F7 ターボファンエンジンを開発して、対空時間を確保できたからだな。日本の技術者たちの努力の結晶だわ。日本近海を哨戒するのに適した性能で、機体単独で見ると、現在は世界一と言えるほどの哨戒機が誕生したんだ。世界一ってすごいわね。それでは、アメリカ軍の新兵器開発についても説明していくぜ。お願いね。現在、アメリカ軍の新規開発する作戦機は、ドローンとの共同作戦が前提のものが多いんだ。ふむふむ。世界では、2045年シングラリティ、つまり AI が人間の能力を超える日がやってくると言われているしな。シンゴジラみたいなワードね。まあ、新時代を意味する言葉でもあるからあながち間違いではない。だが、誤解のないように少しだけ解説をしておくぜ。シングラリティ2045年とは、AI が人間の能力を超える時との考え方で広まっているんだ。ということはちょっと違うってこと？ああ、提唱者のレイカーツはいるしが、技術的特異点、テクノロジカルシングラリティを2045年と定義したに過ぎないんだな。なんだそういうことか。つまりこれは単に、PC が驚異的計算能力を持つ時が2045年頃であろうと予測しただけとも言える。AI に支配される時代が来るのかと思ったわよ。そうだよな。でも、AI が人間の能力を超える時としたことが神秘的で、世界に広まってしまった原因だろうな。神秘的ではあるわよね。兵器の分野では急速にドローン兵器が模索されていて、対潜哨戒などは AI ドローン運用ができないといけない時代に入ってきている。うんうん。AI ドローンが働いていればその分兵士が楽になり、兵力が増えたと同じ効果が出るしな。それに誰も傷つかないし。しかし、AI 兵器には解決しなければならない大きな壁があるんだ。大きな壁？ああ、攻撃、つまり殺人を AI が判断することが許されるのか？というモラルの問題があるんだな。これは深い問題だわ。ドローンを AI 操縦にすると、遠距離から人間の指令を待っていては攻撃のタイミングを逃してしまう可能性がある。うん。そして、AI に判断を委ねれば作戦が成功する場面となったとき、AI が自律的に攻撃すると、殺人を AI が行ったことになるんだ。つまり責任の所在があやふやになるわけね。そうだ。AI では、多数の命を救うため一人の殺人を犯すという判断も起きやすいしな。怖っ？目の前の敵を攻撃すれば多くの味方が救われるとして、例えば、まだ12歳の敵兵士をドローンが攻撃する場面が想定されるんだ。やめてよ。しかし、これが人間であれば、攻撃しない選択もあるだろ？うん。こうした人間のモラルの問題があるため、最前線に有人機がいて攻撃の判断は人間がするのだな。そういうことね。すなわち AI ファイターは、まだ作るべきでないとも言える。難しい問題ね。だから P-8 も、第6世代戦闘機も、攻撃ヘリも、無人戦車も、現状では有人兵器と共に作戦を遂行することになっているんだ。だが、C 国軍やロシア軍の急拡大を考えたとき、ドローンとの連携を普及させなければ兵力不足に陥る可能性がある。C 国やロシアは、年齢関係なく誰でも兵士にしちゃうしね。ああ、一人の兵士が数個のドローンを従えることで、
数倍の兵力となるわけで、抑止力の観点からも無人機との連携は重要だ。なんだか、ターミネーターの世界みたいね。そうとも言えるな。多数の AI ドローンが自立して行動し、有人機に必要なデータを送信して、指示まで AI が出してくれるからな。うんうん。ターミネーターのような SF 映画のようになるのも、そう遠い未来ではないのかもしれない。さて、このニュースに対して、警告から様々な意見が届いているから、一部紹介していくぜ。お願いね。日本は輸出考えてるの？ P1 なんてバカ高いもの誰が買うんだよ。安心安全の P8 が買われるに決まってるだろ。お隣には P1 売らないから、自国のポンコツで我慢してなさい。日本は作るのはうまいがコストが高すぎるから売れないんだよ。警告なんて作れないし、コストも高いし、他国のパクリだけどね。我が国が哨戒機を開発したらベストセラーになるだろうな。日本の P1 は1機も輸出できないだろ。リコールの嵐では？日本は輸出とか考えるなよ。売るの下手なんだから。警告も輸出とかしないでよ。爆発するかもしれないから。といった感じで、日本の P1 をボロクソに言ってきてるんだ。全く痛くも痒くもないけど、ムカつくわね。まあ、まともに戦闘機も潜水艦も作れない国の言うことだからな。お隣さんは次はどんなポンコツを作ってくれるのかしら？楽しみだな。そしたらまたこの動画で紹介してやるか。それがいいわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。